で、この間ちょっとコンテンツの宿題、はい、出していただいたと思うんですけど、それちょっと一応集めまして、ちょっと見てもらおうというところで、で、5人書いてもらいました。前来たの3人でしたね。3人来てて、で、残り2人に書いてもらったんですけど、5つあるんで、そこをもうなんかブレンドするならするとか、あと、まあこれで行こうと思ったらこれでみたいな感じでもいいんで、どうすか、どれが1本選ぶってことですか。1本選ぶか、そのなんか、あ、これのキャラがいいなみたいな。あー、なるほど。あ、とか、あとはもう作家とか指名してください。根底も分かりましたね。根底見ます。でも根底見て何となくこの、まあ、絵が描ける、絵描けそうか描けないか多分分かると思うんで、はい、まあ、一発目いきますね。これからいこうかな。でもこれがね、一番まともに絵描けてるやつで、ハルオのキャラ表っす。で、まあ、ゴリラがこの間来たエースがゴリラで、なんか僕らしいんですよ。で、ツンコがいて、これハルオなんですね。もう一人、ブラックが、この馬、あとこれがカズオです。はい、どうですか、つくしいですか。いや、もうミミズみたいなもんです。ミミズがいてどうまず最初にエースのお尻のアップから引いてって、うん、で、これなんかどうやらカット変えたいらしいんですよ、うんうんうん、回るのかなと思ったら、カット変えても絶対楽なんじゃないですか。そうですね、カット変えて、もう一回変えて、で、背景がパーってなる。うんうん、ここ別にカット同じじゃないですか、うん、で、ここにツムコが乗ってる、で、エースが口開く、口の中入っていく、で、そしたら入ってって引いたら今度はハローになってて、ハローの上にはどうやら僕が乗ってると、うんうん、で、僕が乗ってて、ハローを紹介したと僕も紹介してみたいな感じになって、で、引いて、そこでまたここもなんかカチカチでいいらしいんで、で、ここで、どんどん遠くになっていって、それをザーって森の中をこう走ってるような感じになって、ここブラックです。で、ブラックカズオが来て、で、カズオ最後としてカズオ寄ってってブラックチャンネルとっていう感じなんですけど、これ重いっすよね。まあ1年ぐらいかかるんじゃないですか。分かんないです、このメンツでやればですけど、時間かけてやれば。ちょっとどれぐらい時間取るかもですけど、なんか、いやでも、あの、絵コンテとしては非常に面白いなと思っていて、はい、なんか、はい、あの、独創性もあって、なんか可愛いなと思いますけどね。絵はね、なんか結構キャッチな絵描くんで、まあ、絵すごく可愛いですね、うん、ゴリラのキャラが可愛いね、すごいいいですよね、これね、はい、で、動きは多分ほとんどないんですよ。どっちかって言ったら、いやこれ、例えばこれ振り向いてますけど、これとかめっちゃ大変ですよ、振り向きが。そういうことか、はい、ここからここは、これはカット変えてるんですけど、このカット内での振り向きが発生してるんで、はい、振り向いた後に口を開けて手を上げるって、多分原画が普通に10枚とか必要で、はい、めっちゃ大変な動きが。そういうことなんですね。あとはその背景が多分結構ジャングルの中で、まあ、どこまで何枚描くかに、同じものを使う手ももちろんあるんですけど、はいはいはい、結構しっかり描かないといけないんで、それもまあ大変そうだ。それはもうなんかパッと見た感じで1年と、カット数がまず3カットを余裕で超えて話だと思うんですけど、なんか3カットとか5カットとか言っても多分分かんないから、あとでもギュッとやるとかで、どうしようと。いや、全然全然まあ、なんで例えばですけど、はい、そのこのゴリラのキャラが、はい、だけのこの要は大体2、3カットって何かって1ページ分ぐらいなんですよ。そうっすよね、1ページ多くて2ページって感じなんですけど、でもなんか多分畑さんとしてはもうそのぐらいの方がやっぱ現実になっていいんじゃないかって話なんですけど、はい、なんか僕ら側としてはやっぱりなんかもう工数はちょっとなるべく少なくはしないですけど、うん、なんかこう一応それだけ見て10秒とか15秒でいいんですけど、なんか作品としてなんか成り立つレベルもうね、ちょっとできたらいいかなと思って。なるほど、調子乗ってますか。いや、まあでもいや、物を作るのにチャレンジすること自体は全然いいことだと僕も思うので、はい、あの、全然問題ないと思うんですけど、これチャレンジしようと思ってじゃあ多分何も考えてない工数です。そうですね、はい、まあなんで、まあ、頑張るのは皆さんなんで。あ、なるほど、はい、なんで、そういう意味では、なんかどう、逆にですね、そうなってくると僕がちょっと、まあ、見づらいのは見づらい、この絵コンテって別に OK なんですよ、はい、個人的には絵コンテ OK、はい、はい、別にこれでやりますってなったら、はい、じゃあこれを実現するための手法は提示できると思うんですね、ええええ、で、その、僕も別に演出家さんとか監督さんだったらもちろんね、はい、その、あれだと思うんですけど、その、ね、元校舎がいいとかあるんですけど、僕はどっちかっていうと、その実現するためにの、
プロセスを実現するのがプロデューサーの、まあ、キーですからね、はい、そうなんですね。要は監督とか演出家さんがやりたいことをですね、まあ、やっていくのがの仕事なので、そのこれも別に成立するんですね。どっちかっていうとあれですもんね、そのなんかやっぱり作品をよりこうグッとやっていくのがまあ監督とかやってて、そうです、ね、P はそれをやっぱりこうどう実現するかっていうとか、やっぱり物を出さないとやっぱ話にならないじゃないですか。 そうですね、だからそこまでどう落とし込んでいくかって話だと思うので、ある程度多分様になれば大丈夫だと思うんですよ、ね、とんでもないもの絶対作れないと思ってる、まあ、ただこれはどっちにせよまあかなり難易度は高いの で、ね、で重い重いと思う。重いですよね。格も重いですしね。てかカット数が単純に多いですね。あ、そういうことか。なるほど。花田さん、ご安心ください。はい、まだありますか。一応これ一つ、ね。ハルオの。まあ、すごくすごくいい絵コンテだなと思って、可愛いキャラと、はい、なんか、なんすかね、やりたいことオープニングっぽいなと思ってるんで、オープニングイメージしてって聞いたんで、まあでも、はい、ちゃんと思ってることができてるんだなっていうのを含めて、よく描けてるので。ちょっとハルオ褒めてあげてください。いや、その僕そんなに偉くないんで、あのすごくあのいいコンテナだったのさえ、はい、なんかこれそうなんです。偉くないんで、僕もちょっと見たらちょっと重いなと思ってて、はい、でも可愛いですね、本当に。これね、いい絵描くな。これ結構ね、はい、個人的にいいかと思って。あ、本当ですか。これがつむ子のやつです。あ、つむ子さんのつむ子のやつで、ドイツ村に行ったんですけど、はい、でドイツ村に行った時にバズーカってやってるんですよ。バズーカ砲っていうのがあって、バーンってすっごい音するんですけど、うん、でそのバズーカ砲がすごい面白かったらしくて、バズーカから弾が出てると、うん、でコーンって出すじゃないですか。そしたらコロンって転がってきたら、ブラックですね、うん、でまたコーンって出てきて、次がカズオが出てきてっていう、うん、でまあ順番に出てくるんですけど、うん、でこれエースなんですね。意外と特徴つかんでて、うまいですね。やっぱハローなんですね、はい、ハローなかった方がすぐ脱いじゃうんです。ハローさんの顔じゃないですか。なるほど。シックスパック。これメロンパンかなと思ったらハローさんなんです。なんかシックスパックです。これとかもなんかちょっと急に裸の中で書いてある、ね。これね、僕もよく意味わからないんですけどね。可愛い。で、まあ、これが僕らしいんですよ。うん、で最後ツムコが出てきて、でこれ最後ポンって集まるじゃないですか。ポンポンポンって。うん、でそれがピョンピョン跳ねて次のロケ地に行くみたいな。あ、そう、これ結構僕個人的にはいいなと思って。可愛いですね。バズーカからボーンって出てきて、そして集まったらみんなで次のロケに行くよみたいな、うん、オープニングみたいな感じですよね。でこれ、まあ、コンテとして見るとあれなんですけど、例えば弾飛んでくる方向違うとか、2個同時に出てきてぶつかるとか、うん、そういう風に入れればこれって一つありかなと思って。そうですね、うん、あと背景型もこれそんなにいらないですよね。まあイメージ関係でも全然いけるのかな。そう、全然いいと思うんで、はい、なんか僕のセリフ全部、はい、杉下さんが全部言ったらもう本当その通りだなって感じ。あ、本当ですか。と思います。本当ですか。はい、まあ構図的にはこれ結構現実なんですね。はい、ありがとうございます。まあですよね、この玉の部分を兼用にしてしまって、素材を同じもの、まあ書き直しも別にいいと思うんですけど、はい、そもそも線量が少ないんでそんなに難しくないな。そうなんですよ、キャラがシンプルなんで書きやすいかなと思って、うん、どうせこれ作るんだったら、例えばそのさっきロケ地に行くみたいなのも一つあるともちろん思うんですけど、はい、なんかあのYouTube のチャンネルだとよくオープニングついてる方が多いじゃないですか、はいはいはい、みたいにその全員集まって、そしたらチャンネル名が上にバーンって出てきて、でそれがオープニングみたいな5秒ぐらいの映像にしてしまって、でそれが毎回動画の頭に入るみたいな、うん、アニメーションを作る。そういうことか、はい、これみんなどっか行くんじゃなくて、ポン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 って集まって、バーンって集まって、ポンってそのチャンネル名が出るみたいな。そうっすね。そしたらこれよりさらにもう少し軽くできますよね。し、まあなんかそのなんかせっかくアニメ作るんで、うん、なんか使い道があってもいいのかなっていうの。そう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 。みんな結構それ考えてて、なんかオープニングってやっぱみんなすごい言ってる。みんな仲いいっすね。なんか僕が結構前回行った時に、はい、なんか可愛い模様も作りましょうぐらいのことをずっと言ってたんで、はい、なんかどういうのが来るのかなと思ったら、意外とこうみんなその仲間たちのキャラが出てきて。そうなんですよ。これ前回とかもこれとかもなんか。地味に僕ちょっとこれ似てるじゃないですか。そうそうそう。いやでも名前はみんなね、皆さんの名前だし、皆さんそうそう、これ似てるんで、僕これあれですかね、うん、あのモザイクかけてますからね、映像の時にコンテ紹介の地味にちょっと、いやいや大丈夫っすよ、似てますけど。いやいやその、いや違う、もうかけましたもん、もうモザイクかけてありますから、はい。でこれは、これも全然あれ、これ僕結構好きなんで、はい、いいと思う。あの初めて作るのすごくいいアニメなんじゃないかな。じゃあ鶴子に一言、はい、かわいい。なんかそのほんと人に思いつの苦手で、すごくあの可愛いコンペだと思います。いいっすね、そう、なんか本当に女の子らしいかなと思って、はい、あそこ、これっす、ブランクです。あ、ブランクさん、まず宇宙、星キラキラってなってる、で、次にちっちゃくなってって、スッと横に
広がるんですね、キラキラで、消えてから爆発っす、うん、ここだけで多分やばいっすよね。いやちょっともう爆発は別に爆発なんですけど、はい、吉成さん風って書いてて前回は僕のコメントが書いてたすぐね、はぐっちゃう、ね、営業されちゃうんですよ。営業されちゃうんですよ。そうですね、その爆発書こうと思うとちょっと時間だけじゃ、まあ、超えがたいその才能の壁が、はい、頭悪いんでね、うん、で、爆破しましたで、今度ね、これすごいですよ、うん、あ、一番、はい、爆破した後に、はい、その爆破の中が渦で開いていく、うん、で、開いていった奥から女の子が登場して、うん、で、これ女の子なんですけど、うん、これ下からこうやって上げていくっぽいです、はい、パンナ、そうそうそう、はい、で、まあ女の子が参上して可愛くで、まあ、技名言います、うん、そしたら技名を言ったら、うん、もうすかさず回し蹴りが飛んでくるんですよ。すごいですね、回し蹴り食らってる顔、ちゃんと回し蹴り食らってる顔になってるじゃないですか。リアリ系の暗い顔ですね。後ろ回し蹴り飛んできて、はい、でそこで吹っ飛ぶんですね、うん、クラクラって。ここなんかギャグなのか、うん、あのマジの感じなのか分かんないですけど、そうするとそしたら回し蹴り飛んできてパッとカット変わります。火がメラメラと燃えてます。ちょっと引きます。油風呂です。見たことあるやつや油風呂とかね、もうねこれある意味ね、ちょっとパクリすぎると面白い。そうですね、オマージュです。パクリ、まあまあまあ油風呂はね、油風呂よくはないですね。よくありますよ、くないですけど、僕らも3もう普通になんか暇なしに油風呂入ってますね。やべえチャンネルだな、はい、油風呂でそしてダメでしょ。そうそう、こう上がってきてパンアップしてね。そうそう、これトマシゲンジじゃないです、うん、これブラックらしいです。あ、本当ですか、はい、ブラック で最後、まあ要はブラックが油もに入って、そうそう入ってて、で最後はわしがブラック、完全に江田島さんです。いや、そうですね、僕も江田島部屋って言ってますが、本人は、ブラックだ、自分だと言い張るんで、うんうん、で、出てきて、うん、で最後が、タイトルロゴ入れて終わりと、はい、っていう風な感じなんですよね。で、これは何が言いたいかというと、一番最初のところでもう説明が入るんですよ、うん、これ銀河万丈さん風、あーなるほどらしいんですよね。銀河万丈さん風に行って、あの西暦2000いくつですね、あの大 YouTuber 時代、はいはい、ちょっとワンピースっぽい感じですね。そう、大 YouTuber 時代で、そこになんかこれは名もなき YouTuber らしいんですよ、うん、その女の子は。あーなるほど。で、それを、まあ、ブラックがもう全部名もなき YouTuber を蹴散らしていくと、で、わしはブラックじゃっていう映像、うん、って言ってました。まあ難易度はとんでもない感じ。やっぱ何とんでもない。とんでもない、すべてがとんでもないですよ、ね。まずまあ。だってこれだってパンアップする時も、うん、どうせ多分こうっていうのは絶対あれ必要ですよねこれ。多分透明じゃまずいですよ。この部分、まあ宇宙の背景結構まあギャグっぽく描けば簡単ですけどね。うん、ですけどこっから線光のエフェクトが出て、はい、横に広がっていって一瞬暗くなった後に爆発じゃないですか。はい、ここだけで多分相当大変で。はい、僕思ったんですけど、本当なんていうんですか、ここっすよね。でその爆発起こった後に爆発からのこういう描写、うん、もうやばくないですか。そうっすね、まあ時間とお金がかかっちゃう感じ。お金がかかっちゃう、お金がかかっちゃう感じですね。ここまで言って、そのいわゆる僕らだとアフターエフェクトを使って撮影って処理をかけるんですけど、はいはい、それでまあある程度まあ圧縮できたりするんですけど、はい、まあ結構お金がかかる。プラグイン買ったりとかですね、いろいろしなきゃいけないんで、かかるっすね。時間とかな、多分すごくかかる感じの。でもこの蹴られるところも多分すごく難しいと思うんですよ。いや、これね、僕思ったんですけど、絶対難しいと思うんですよ。そうそうそう。でも、ここはね、ぐるぐる回るのはまあそんなに難しくない。なんかまあ、出来がっぽい感じとか、真面目なところに、こういうなんかギャグ路線で多分行った方がいいと思うんですよね、この。まあ、炎のエフェクトも、なんか、いや、どういうアニメ作るかにも本当によるんですよ。なんかイラストっぽいこの絵のタッチで、はい、その作るんだったらそんなにまあなんか2枚パカって呼ばれるようなその2枚の違う素材を用意してそれをパカパカ表示させてってさせなかったりで動いてるように見せることもできますし、はいはい、そのみんなが作りたいのが今よくやってる本当今の新アニメやってるやつだったらもう炎とかもすごい難しいですし、そうですよね、その油風呂とかもその炎のエフェクトがずっと出続けるのと、この油風呂に入った時の油がすごい煮えたぎってないとダメだと思うので、ここのエフェクトも必要で、その周りの炎も必要ですね。あとはもう鼓動ですね、躍動しないとダメじゃないですか、うん、筋肉がみたいな。こことかはもう極端だし、こういう絵がバーってきて後ろの背景がズオーっていうので多分済むような気はしますけど、うん、そうです
まあ、なんで例えばそのここからやるとかね、油風呂三畳のところからやるんだったら多分全然いけるかもしれないです。もう 尺は短いけどめっちゃ重いって感じですね。そうですね、春尾よりやっぱ重そうですか。いやてかもうエフェクトの方これやばいですよ、ね、どこまで書き込むかじゃないですかね。もう本当にその、はいはい、皆さんがどこまで本当にそのやっていくかみたいなところで結構大きく、これ現実味でどうですか。まあいいや、これちょっと最後にいきますね。春尾さんのよりも難しいかもなと思う。これ一番難易度高い、ちょっと難しい表現が多いですね。まあお金がかかるんだったらもうグラフィックはね、あと旗原さん出すグラフィックっていうことになると思う。でも面白かったです。で、